はーい、どうも。妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。5日目か。はい、今回もね、3アカウント使った無課金攻略やっていきましょう。今回はね、はい、ショッカーに勝った回数ね、39回ということで、仮面ライダーアギトをね、ゲットしていきましょう。はい、で、現在の状況は、39回で、これメインアカウントね、シャドウムーンに勝った回数5回です。もうね、特攻出ないんでね、もうこのアギトをね、3アカウントゲットして、もうトリプルアタックしていくしかないかなと思ってます。まあね、ちょっと3アカウントともね、7、8、9回倒そうと思ってるんで、ちょっと無謀かもしれないんですけど、それにやろうとしています。なんかね、4日目落ちなかったな、初だな。お助けが足りてないのかな。ミミドリンクね、4日目落ちなかったね。これ5日目だよね、今ね。ということで、15個ですね。9個、8個だな。あ、これで9個目いけるか。9個目の交換が。という感じで、現在は16個所持してますね。9個交換できしたので、7個ドロップですね。はい。じゃあ2番目のアカウントいきます。はい、これが2番目のアカウントで、現在の状況はショッカーが勝った回数28回、シャドウムーン5回ですね。元気ドリンクは使ってなくて、7個交換したので、3個ドロップかな。3個じゃ物足りないよな。そして4日目がなんとドロップなし。100ポイントたくさんゲットは、そうだ、キャンペーンありがとうってやつだね。ありがとうございます。はい、じゃあ3番目のアカウントいきましょう。3個ドロップ寂しいな。はい、これ3番目のアカウントで、3番目のアカウントもね、ここまで来ましたね。もうすぐ超アップ来るかな。はい、そして3番目のアカウントは、現在の状況はショッカー勝った回数27回、シャドウムーン5回ですね。元気ドリンクは15個、7個交換したから8個ドロップのアカウントですね。なので変わってなくて、738で18個ドロップのアカウントです。あ、18個ドロップですね、トータル。そう、落ちてないの超残念。ということで、今んとこ3アカウントでね、18個ドロップという感じです。はい、そしたら倒しに行きましょう。最後ね、5000、もうね、40で6が出てもね、もう気にしないでいきます。で、まあ、とにかくね、もう昨今は厳しいんでね、9まで倒さなきゃいけないから、本当にもうレベル6でね、元気ドリンクもう使わないようにしてます。まあ1個ぐらいって思うんだけどね、結構その1個がね、大切になってくるしね。まあ強い人はね、7で7倒せば、あの01だっけ、ゲットできる人もいらっしゃるみたいだけど、あれ、これやばいな。倒せる、結構やばくね。3000もいかないよね。ミッション来い。ミッション来なかった。ダセーな、倒してもらうことになっちゃうな。あー、ダメだこれ。あちゃじゃあちょっとサバーカで倒して、そんでゲットしましょうか。ただ5000火力あればまあまあなんだよね。あ、そうだ、やべえ、 Y ポイントねえんだ。明日ガシャ引けねえなこれ。なるほど。はい、友達が勝利ということでね、レベル40まで
倒すことができました。ちょうど出なかったね、シャドウムーンだっけ、うん、ということで40回までね行きましたんで、アギト2800、そうか、これで使っちゃうから明日のガシャ引けねえな仮面ライダーアギト、俺は行きます、俺のために、アギトのために、人間のために。どういうこと、アギトと別人なの、仮面ライダーの世界知らないんだよな。ということで不気味だね、ゲットしました。ちょっとワイポイントがなくなっちまったんで、そうか、あんま考えてなかったな。明日ケータロスの超アップ来んじゃねえのって、6日ねえ、頑張って貯めなきゃね。うん、で一応6は他の3アカウント、まあもしかしたら他の2アカウントかな、明日のガシャ次第と思ってたんだけど、明日のガシャが引けそうに、10連も引けそうにないので、うん、まあサバカーだけでも引こうとは思ってるけど、なので、まあ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 、とにかくね6をね8万7500か、うん、元気ドリンク使わずにね、うん、明日このケータロスが超アップじゃないかなと思ってんだけどね、まあイコールね、電王 CF の超アップじゃないかなと思ってんだよね。これ ZZ だよね、うん、なのでやべえな、一番いいガシャの時にワイポイントがねえな。ということで、今回ゲットしたクーガじゃねえ、アギトは中アップなんで、うん、あのさっきのね、さっきお見せしたドライブが大なんだな、だから中アップだから、うん、ちょっとどんぐらいだろうな、5000いかないか、さっきのこの TD が3000ぐらいだったっけ、うん、3000ぐらいだったよね。だからおそらく2000ぐらいなのかな、技レベルマックスにさせれば。ということでアギトをね、一生懸命育てて、技レベルマックスにして、うん、まあ3万ぐらい1回で火力が出るといいなっていう感じですかね。はい、という感じでここのところを不気味一派にしようかな。どうなんだろうね、赤井さん不気味だからどう組めばいいんだろうな。イケメン犬でしょ、あとでもどうなんだろうね、今回一応特攻だから、まあアギトね、これ真ん中さんでしょ、であとエマか、これでもどうなんだろうな、うん、バンバラヤ、バンバラヤが確か種族効果アップか、なのでキューピーじゃなくてバンバラヤなのかな。これでウォッチは、うん、っていう感じでいくことになるのかな。この彼技レベルまだマックスじゃないんだよな、だから、うん、まあ基本は種族効果アップの方がいいから、バンバラヤにしといた方がいいのかな。イケメン系はマックスだけどね、うん、まあまあ SSS よりも、あ、殺生丸っていう種族効果アップあるんだ、へえ、今度鍛えよう、へえ、はい、という感じで一応このメンバーでね、本番というか、うん、シャドウムーンはやろうかなと思ってます。ダメージアップ中、まあ前回のね覚醒ジュニアみたいなショーアップじゃないので、まあこの5体で3万4万は火力が出るのかなと思ってますけどね。はい、まあこの
オルタリングで変身し、大地の力を使って怪物アンノウンと戦う。頭のクロスボーンを開き、強力なキックを放つ。まあ仮面ライダーとかキックだよね。ライダーキック、みんなや、子供の頃仮面ノリダーを見ててライダーキックをやってたけど、まあドロップキックだよね、この綺麗な両足キックね。はい、ということで、まずはね1アカウント目でゲットしました。で、一応今後の予定としては、2番目のアカウントもアギトをゲットして、アギトでいいんだっけ、アギトでいいんだよな。で、3番目のアカウントもできたらゲットして、で明日のガシャがあるので、明日のガシャのために Y ポイントを少し貯めて、で、あとはお願いもしようかなお願いずるいね、あの俺の召喚、今月はない、 Y ポイント配布ないのかな、うん、これがあるから、キャンペーンがあるから Y ポイント配布ないのかな。いつもね 9000Y ポイントそういえば頼りにしてたんだよな。 9000Y ポイントないのかね。この召喚キャンペーンがあってリツイート報酬があるからないのか。うん、なんでちょっとね、はい、キャンペーンの方ね来ないかね。なんで明日ガシャが10連だけでもね、このアカウントできるようになんとかしたいんだけど、ミッションもクリアしちゃったからな。あ、運用解くか、運用解けばなんか少しはもらえると思うので、はい、ちょっと明日おそらくケータロス超アップ来ると思うので、なんとかして、それでね、6、7を倒していきたいと思います。まあ7を倒したらね、なんか今回赤井さんが活躍してくれたみたいだけど、まあうん、01もね、7を倒したらちょっと私も下手なりにチャレンジしてみたいなと思います。まあ暴走閻魔がいるのでなんとかならないかねとは思ってるんだけどね。はい、じゃあ今回はなんか変な音がするけどアギトゲットでした。皆さんもね、なんか金攻略頑張っていきましょう。ちょっと元気ドリンク足りないんで一生懸命集めるの頑張りたいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。